そう、来てよかったんだね。みなさんこんにちは。パンの時間がやってまいりました。はい、今日のパンはリノワン氏のほっぺパン並ぶと思いきや、今日はラッキーなことに並んでませんでした。でもその後お客さんさん来たね。雨だからだと思う。雨で寒いから、うん、可愛かった。中がなんか外国みたいで、うん、中可愛いな。珍しく温めてくれるパン屋さんだったね。珍しくっていうか初めて。初めて。これはフレッシュトマトとモッツァレラチーズのマルゲリータ。これはチョコとピスタチオのデニッシュ。めっちゃサクサク。うまいね、これはね。うまい。ピスタチオがうまいわけ？ピスタチオの味は今のとこしてないよ。まださ、確信のところに来てないまだ周りのさ、チーズの焦げたトマトでっかいのがいい。生トマト？焼いたトマトよ。うん、そう。匂いはめっちゃピザの匂いだけど、うん、でもそこまでピザベタしい感じはしないかな。ピザベタしい？ピザピザしい。ピザピザしい。新しい言葉作った。ピザピザしい。絶対食べた方がいいってば。うん？あんまりピスタチオ気にならんよ。めっちゃグリーンだね。さっき食べた、あんことマカロみたいに。見えるね。チョコの味しかしないかな。うん、っていうかめっちゃサクサク。ハマるかもしれない。今鼻息出てる。うまそうなみたいな。来ました、あんこ。あんこ、あんことバターのスコーンサンド。あんことバターのスコーンサンド。自分のは半熟卵とチーズのキーマカレーパン。おお、そんなのあった。私は調理パンのとか見てなかったから。卵とさチーズとカレーっていう組み合わせは素晴らしいね。素晴らしく見えたと思うから。素晴らしい名前だね。うん、もう濃厚じゃない？寒い。ちょっと待って。食べたい。よだれが出てる。今口開けたのに。全部食べてからかな。キャサリンさんが好きかもしれない。うん。うん、カレーカレー半熟卵どうかな。超いい匂い。めっちゃスコーンがさ、うん、マジスコーン。バラバラな味がする。ちゃんとさ、スコーンとあんことバターの3つの味がする。あ、なんていうの、ワンネスにはなっていない。ハーモニーにはなってない。どう？バター半熟卵みたいな。うん。食べたところで申し訳ないけど。じゃあ、持ってる。うまい。カレーパンは外れないね。でも、こんなにチーズの味しない。さっきのとこれだったらどっち美味しい？匂いはさ、あのピザのマルゲリータの方が美味しいよ。でも食べて美味しいなと思ったらこれかな。何、味食うただからじゃない？うん、食べた。そこまでピザではないけど、でもオリーブオイルの風味はしっかりしてたよ。うまかった。これめっちゃさ、ガリガリ言うんだけど、なんかのナッツかな。私はこれとさっきだったらさっきかな。うん、すごいんじゃない。どうしてあんこ入ってんのに、あんこの範囲負けた理由。デニッシュのサクサクかな。スコーンは馴染まなかったかもしれない、うん、珍しく。珍しいってよ、あんこが。でもあっちの一番売れてるっていうのは食べなかったさ、今回見たり。チーズオムレツのやつと。あれが一番なの？だから私がもう一個見た、なんか白いパンのさ。ほっぺパンってパン？あ、そうかな、うん。お店の名前のほっぺパンは食べてないからね、うん。またどんなかわからんけど、お店も可愛かった。また行くかもしれない。うん。デパートの種類ね。うん、第2弾、ギノワン市。ギノワン市ほっぺパン。でした。待ちきれない。なんかありするよ、ピスタチオっぽいの。あ、する？なんかな、でも。サクサクはちゃんと堪能できた？サクサクかわからないって。サクサク感なくなってきてんだよな。残念、じゃあさ、遅かった。だからチョコの方が強いよね。チョコが強くていいと思って。意外と、父
ちっちゃかった。くらい。自分のちっちゃい手と比べてもちっちゃいから。絶対デージちっちゃいよね。セブンで濃厚チョコタルトだった。うん、ないからローソンで焼きチョコタルト買ったって。クーポンでゲットしたプラのカフェオレ。あっち？あんこバターのフランスパン食べてみます。焼きチョコタルト食べてみます。思ったよ。あとも。これも結構ね。あ、重たいね。あんこすごい。フランスパンって硬くない？硬い。乾燥したコッペパン。コッペパン。チョコみたいな味はそんなにしないかな。多分2人ともシュガーバターの美味しさで舌が超えてしまった、うん、めちゃくちゃ美味だった。普通のではもう感動しない。まずフランスパンではないと思ってコッペパンだと思って舌サクサクだった。タルトか、うん、マフィン食べてるけど。でもシャン、うん、これ期待してきたからかもしれんけどこれの方が欲しいって。ん最近2回連続であんこに裏切られてる。2回連続だね、うん、期待しすぎたらダメ、うん、とっても柔らかい。俺も生地は、うんね、オレオのさクッキー食べてるみたい。周りは、うん、あのクリームじゃなくてクッキーのところ、うんうん、だからほろ苦はほろ苦だよね、うん、コーヒーとよく合うって書いてあった。いいんじゃない。この上のふわふわと下の、うん、ちょっとクリームが、うん、これあのパンのあれに入れて入れようと思ってて、ギノワンチのローソンどこのローソンでも一緒だよ。全国のローソン同じ味だよ。ウイルスに勝つってよ。カバいいね。いらっしゃいませ、うん、あ、スコーン美味しそうだな。これ向きになるね。え、初めて見た。すみません、お待たせいたしました。スコーンかな。あん、本当だ、あんだね。ありがとうございます。桜あんのスコーン。完成190円でございます。2段の2軒目ホペパンの次ってこと。ザズーイン沖縄シティ行ってきました。行きました。今回初めて。これ調理パンに入る。何だったこれ。ハムチーズピタ。あー、調理パンだね。初めて買ってみました。甘くない系ハムチーズピタ。何がローマ字で書いてた。お好み焼きウイルスに勝つだった。ウイルスに勝つ。食べます。いただきます。美味しいかな。匂いはお好み焼きだよ。絶対温めた方が美味しいよね。出来立てだったら絶対美味しいと思って。美味しいけどパッサパサパッサパサバーガーとかよりは、うん、私はピタとかラップとかブリトーとかが好きだから、うん、いいと思う、うん、あったかいの食べてみたい、ね、買う前からちょっと冷たかったかもしれんけど買ってからも1時間経ってるからね、うん、これ夜に食べてみよう。味はおたふくソース。あとは具材の味はさ冷たいからはっきりわからないから温めて楽しもうかな。シナメチョコとくるみのスコーン。やはりすごいですね、うん、いっぱいチョコチップが食べる、うん、あずれ食べるってこのままだったら落とすだけだから、うん、チョコデニッシュパイみたいじゃない。うん、チョコチップがいっぱいになっててカスタードっぽい。うん、なんでこれひつかないじゃん。プニプニだね今度は菓子パン。これは冷たくても美味しいよね。うん、それは外れない。これも美味しいよ。くるみはまだわからない。
チョコチップのベーグルが気になるかな。うん、いっぱいだったね、チョコチップね。桜あんこだった。抹茶と桜あんのスコーン、うん、迷ったけど塩漬けした桜がなんとかっていうのが気になってしまった、うん、花のきたよね。うんうん、花びら食用、うん、うまいうまい。お好み焼きをお家に持ち帰って明日食べて実食。紅生姜そうじゃない。うん、紅生姜が好きじゃないから。とりあえず黒くなったね。ちょっと、あ、熱いかも。うん、ガリっていった。うん、サクサクなってる。うん、そんなにガリガリ言う、うん、なんね、キャベツパンもだし、表面表面よりかパンかも。レンジで焼きすぎてしまったのでお好み焼きソース、うん、追加追加。あ、ゆで卵完熟だ。丸一個黄身だけかな。温める前の卵どんなだったのかな。うん、あったかい方がいい。出来たてを食べてみたいね。ね、スコーンも美味しかったけど柔らかめスコーン、うん、感動的かわからんよ。美味しかったは美味しいけど柔らかかったよね、生地で。ピタも出来たてが食べたいね、うん、お店は可愛かった。座るところがあるのがいいなと思う。イートインが何だった？2時までだったらパン買ってそのドリンクも頼んであっちで食べたらスープもついてくる無料で。それがお昼2時までランチタイム。うん、しかも駐車場もさ、いっぱいある。沖縄市なのにいっぱい。8はいけると思う。うん、すごいと思って。うん、まるまる駐車場貸し切ったよね。うん、じゃあこれ、色塗ります。4市町村、今のとこ制覇。うん。制覇ではないけど。じゃあ今回第2弾のこの2件、コッペパン対ザズーだったらどっちですか？ちょっと日にちが空いちゃったからね。ペパン。ザズーはさ、絶対美味しいと思うけど、タイミングが少し悪かったかもしれない。買って1時間後に食べた。うん、時間空けちゃったね。ね、ホッペパンでも温めてくれたしね。うん、今回自分はホッペパンかな。私もかな。うん、お店は両方可愛いけど、うん、リベンジかな、また。ザズーはリベンジだね。デリシャー美味しかったよ。だけど、もう足りないかな、量は。ちちょいね。ピタもさ、ハムチーズだけと思いきや、マヨネーズが入ってたんです。楽しいね、パン屋さんで、うん。選ぶの迷って。うん。2月分のが3月にアップになっちゃったけど、うん、次回また3月分は南部に行きたいと思います。うん、ではまた、うん、第3弾で。バイバイ。バイバイ。